猫のメソウは、雪の下か猫のメソウ属の多年草。別名、水猫のメソウ。植物体は、全体に柔らかく、溶液の毛を除き無毛。地上性の総データがあり、葉が耐性し、溶液からは、多数の家系が立ち上がる。また新たな総データを出し、伏した総データの節から根を下ろす。家系は高さ4から20センチメートルになり、耐性する数体の形容がある。 洋身は甲卵形から卵円形で、長さ幅ともに5から15ミリメートル、円には3から8体の内極した鈍巨子があり、両面とも無毛、基部は円形、または節型となり、長さ2から6ミリメートルの傭兵となる。花器は4から5月。果女には小型の花親や,や蜜にをつける。果女を取り囲む包容は、形容と同じ形をしており、黄緑色を帯びる。 花子の都は次第に緑色に変わる。花の小道は約2ミリメートル。学列片は4個で花時に直立して、内側はくぼみ、長さは約1ミリメートルになり、長ょ円形で先は円筒。色は単光緑色、または単光色になる。花弁はない。湯水は学ペンの基分に耐性してつき4個あり、長さ0.5ミ、mm、リメートルで、 花時に内側に傾く。裂開直前の役は単行色。花盤は目立たない。脂肪若い。家中は2個あり、極めて短く直立する。果実は1日果てで、社会史2個の心側は大きさが異なり、くちばし状に尖る。種子は多数うううあり、卵形で、長さ約零点七ミリメートル、茶褐色で光沢があり、縦に一列の量があり。 顕微鏡でないと見えない程度の微小な乳頭状突起が密生する。日本固有種。南千島、北海道、本州、九州北部に分布し、山地の湿地、谷間、山麓の湿った場所などに生育し、よく群生する。時に水田などにも生える。和名、猫のメソウは、猫のメソウの胃で、果実が深く細く劣化した様子が、 瞳孔が縦に狭くなった昼間の猫の目に似ていることに、ちなむ。種ミオグレイヤノムは、アメリカ合衆国の植物学者、エーサーグレイへの懸命。ありがとうございます。